はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はアフィニティデザイナーでバナー作りをしていきたいと思います。こんな感じのですね、かっこいいバナーを作っていきたいと思います。かなりビビッドカラーでポップな感じなんですけれども、これですね、私の NFT のお友達ブドウちゃんっていう方がですね、1000キロマラソンをするということで、今ね、もうまさに走ってる途中なんですよ。姫路から東京まで走るということでね、もう無謀なことをしてる人がいるんですけれども、その人をですね、応援しようということで、私とあと iPad Mate のね、コミュニティのみんなでバナー作ったりとかして盛り上げてるんですけど、今日はこのバナーですね、私これ作ったやつの作り方を紹介していきたいと思います。ちょっと前にアフィニティデザイナーの基礎的な使い方のチュートリアルは出してるので、それまだ見てない人はですね、それ一回見てからこれのチュートリアル見てもらった方がいいかなと思いますので、ぜひね、どっちも見て楽しんでいただければと思います。はい、じゃあまずはじめにこの人物の切り抜きをやっていきます。で、切り抜く時なんですけど、アフィニティデザイナーの中でもできるんですけど、ちょっと時間がかかるので、今日はですね、簡単に切り抜く方法を紹介します。やり方としてはキャンバか、あとマジックイレイサーっていうアプリがあるんですけど、その2つどっちかがいいかなと思います。で、今回はマジックイレイサーっていうアプリね、使っていきます。このアプリ無料なので、ぜひね、ダウンロードしていただきたいんですけど、フォトからこの写真を読み込みます。で、めちゃくちゃ簡単で、もう読み込んだら勝手に切り抜きができます。で、この下のところにですね、復元とか削除とかあるんですけど、ここでちょっとこうね、出てきてしまったやつとかを消すことができます。で、例えばちょっとこの顔のとことかねはい、顔のとことかちょっと滑らかすぎますね。もうちょっと綺麗に切り抜きたいんですけど、その時はここの目のボタンで、オーバーレイって言って、後ろが赤色になるんですよね。で、この状態で削除ね、ちょっとお顔ズームで失礼しますよはい、こうしてちょっとこのさ、顔のところはやっぱちょっと輪郭しっかりした方がいいんですよ。なので、こうやってやるでしょ、こうこうこう。この手のとことかちょっと切れすぎてるので、切れすぎてる時はこの復元ボタン、復元ボタンを押すとですね、こう出てきます、出てきます、出てくるので、この状態で綺麗にしていくと。OK、 そしたらチェックボタンを押します。で、この状態で四角矢印共有ボタンから写真アプリに保存をします。で、キャンバでも同じようなことができて、ちょっとやってみたんですけど、キャンバの方がちょっとね、ガビガビだし、あと微調整ができない、細かいエッジのところですね。なので、切り抜きだけやるんだったらマジックイレーサーの方が正直綺麗かなと思いました。で、ここからアフィニティデザイナーに行きます。新規押して、新規ドキュメントっていうのを押します。で、今日は 1280×800 のこのサイズですねにして、 OK ボタンを押します。で、そうするとこんな感じのキャンバスが出てくるので、ここにさっきのこのブドウちゃんを入れていきます。オリア、はい、そうするとですね、こんな感じで綺麗に切り抜かれたブドウちゃんが現れました。じゃあ、この状態で背景をつけていきます。レイヤーパネル開いてください。プラスボタンを押してピクセルレイヤーっていうのを入れてください。そうすると新しいレイヤーが出てくるので、ここに背景の色をつけてきます。長押ししてギュッと下に持っていきます。このブドウちゃんの写真ですね、ちょっとロックしときましょうか。左にキュッてやるとロックっていうボタンが出てくるので、ロックを押します。そしたらこれ動かなくなりますね。こうやってやっても動かなくなります。で、下のところに色を塗っていくんですけど、ちょっとなんかクレヨンでシャシャシャって落書きしたような感じの背景にしていきたいんですね。で、その時はアフィニティデザイナーのブラシっていうツールがあるので、それやりますね。ここの、デザイナーボタンを押して、ピクセルモードに切り替えます。ピクセルモードです。で、ピクセルモードはフォトショップモードみたいな感じで、デザイナーモードっていうのがあるんですけど、デザイナーモードはいられモードみたいな感じですね。ベジ曲線とかパスとかが使えるんですけど、ピクセルモードはもっとなんかザラザラとしたプロクリエイトみたいな感じでお絵かきができるモードになります。で、ピクセルモードにした状態で、ここペイントブラシから、ブラシの種類はここ、この中からクラシッククレヨンっていうのを選びます。こうやって塗ったらね、綺麗に塗っていきます。塗るときにですね、ここのアルファ保護っていうね、ボタンがあるんですけど、これがね、オンになってると出てこないので、なんか書けないっていう人はですね、このアルファ保護をちゃんと確認してから塗るのがいいかなと思います。で、こんな感じで後ろにもうね、ざっくり塗っていきましょう。こういうペンでね、背景つける感じはやっぱ
iPad ならではというかね、なかなかこれパソコンとかマウスとかではできないので、こういう感じにしてちょっとミックスしていく感じ。スポイトはここです。これ押して長押ししてドラッグ、スポイト長押ししてドラッグで、ドラッグした後にここは黄色になるので、ここをポチって押さないといけないです。ドラッグしてポチって押したらこんな感じで色が出てきます。ザラつきのあるクレヨンの方がかっこいい感じになりました。こんな感じかな、だいぶいい感じで。ちなみにぶどうちゃんはですね、いつも緑色と黄色の服を着ているから、今日のテーマカラーは緑と黄色ですね。アミティ先生も緑色で応援しているんですけれども、で次ぶどうちゃんの色をですね、白黒に変えます。カラーでもいいんですけど、カラーだと後ろの色とさちょっと混じっちゃうので、あのぶどうちゃんはちょっとかっこいい感じの白黒にしたいと思います。でどうするかっていうと、ここの、ね、白黒っていう部分があります。ここ押します。はい、そうすると白黒になります。ただ今見た通りこう全部ね白黒になっちゃってますよね。このぶどうちゃんのところだけ適用させるにはどうすればいいかというと、この白黒のフィルターをギュッと長押しして、これぶどうちゃんのレイヤーね、これぶどうちゃんのレイヤーの中にこうギュッて入れる。そうするとこの中に入るんですね、ぶどうちゃんの、はい、この矢印入れると中に入っているのが分かると思います。でさらにコントラストをねもう少し効かしていきたいと思います。で、調整パネルから上の方にですねカーブっていうのがあるので、これを押します。はい、そうするとあこれもう中に入ってますね、カーブ調整が中に入ってます。でタッチしてここでスタッチすると、このカーブ S 字カーブ出てくるので、上にすると明るくなります、下にすると暗くなります。右を上にして左を下にするとコントラストがかなり効きます。はい、 OK です。で矢印ボタン押します。ぶどうちゃんを動かしましょう。動かすというかね、回転させます。こうさ前向きにしてる方がちょっと走ってる感じあるでしょ。はい、じゃあ次テキストを打っていきます。テキストを打つときは今ピクセルモードなんですけど、デザイナーモードに切り替えます。そしたらここの A っていうところが出てくるので、これ押します。で画面どこでもいいです、タッチすると文字打てる項目が出てくるので、1000キロマラソンと打ちます。で複製するときはこのタッチショートカットをギュッて長押しして、コマンドボタンがこっちにあるんです。コマンドにスライドした状態でこうギュッてやると複製されます。はい、こんな感じで文字載せました。とりあえずですね、必要な情報っていうのは先にこう載せちゃう、で後からデザイン変えていくっていうのがいいかなと思います。はい、じゃあこのフォントをですねどんどん変えていきたいと思います。フォントってめっちゃ大事なんですよ。今この状態だといまいちでしょ、だけどフォントを変えるとめちゃくちゃかっこよくなるので、もうフォントを皆さん勉強してください。これを変えていくんですけど、まずフォントをここのアフィニティデザイナーに入れなきゃいけないんですね。でその時はこの設定のボタンが一番最初のところにあります。設定のところのフォントっていうところ行ってもらって、でプラスボタンからですね自分のフォントをこのアフィニティデザイナーの中にインストールすることができるので、まずそれをねやってください。必要なフォントをこの中に入れていく。でそれができたらフォントを変えていきます。この A のとこですね、ここの今アリアルになってるのでアリアルタッチすると、ここにインストールしたフォントが出てきます。でこの1000キロのところはプライスダウンっていうフォント、これ多分無料でみんなねダウンロードできると思います。こんな感じ、めっちゃボールドな感じですよ。で色ちょっと白に変えてみますね。 NFT マラソンも英語と日本語で分けます。 NFT はウーツラのコンデンスボールドで、マラソンはですね内緒文字っていうのにします。内緒文字めっちゃ可愛くて、あの皆さんこれもね検索したら出てくると思います。ちょっとかっこいいけど可愛いみたいな感じのフォントですね。そうするとだいぶねこれでだいぶ引き締まったと思いませんか。はい、でこの文字組みのところちょっとね斜めに傾けたいと思います。今ぶどうちゃんも後ろの背景もこうね斜めになってるので、全体的にこう斜めな感じでねかっこよくしていきたいんですけど、全部選択してまあちょっとこんな感じで斜めにします。で斜めにした後に、シアーっていうのがあります、1かな
はい、ここですね、位置っていうところを押してもらって、視野、視野っていうのがあります。これね、スライド、ほい、そうすると斜めになりながらこう立っていく、このベースラインは斜めなんだけど文字はこう立っていくんですよ。これおしゃれ、はい、これおしゃれ、はい、どうですか、いい感じ。次、文字に影つけます。これ選択して、ここ FX っていうボタンを押してください。でこの中に外側のシャドウっていうのが下から2個目にあるので、これオンにします。そしたらこっち側にね、いっぱいバーが出てきます。例えばこの一番下のやつをスライドするとこんな感じでシャドウが出てきますね。でこれぼかしです。ぼかし今日ゼロ、ゼロできます、ちょっとくっきりさせたいので。でこれ透明度、不透明度です。これ一番マックスにします。そうするとこんな感じでちょっと立体的というかね、あの黒いドロップシャドウになりますね。ちなみにこれ Apple Pencil でも位置を移動できます。はい、こんな感じで黒がつくとね、かなり読みやすくなるしかっこよくなると思いますので、このテクニックめちゃくちゃ使えます。はい、で最後ですね、ちょっとポイントにキャラクターね、このブドウちゃんが作ってるなんかキャラクターがあるんですけど、それを載せていって終わりにしたいと思います。はい、こんな感じでいかがでしょうか。完成になります。めっちゃいい感じにできたと思いませんか。かっこいいでしょう。あの iPad でね、作ったとは思えないぐらいいい感じになったかなと思います。あのブラシでね、こうテクスチャーみたいなのを加えるっていうのと、あとはこのフォント、何度も言いますけどフォント選びがもうめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ死ぬほど大事なので、あのぜひね、いろんなフォントをダウンロードしてアフィニティにね入れてもらうっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日はね、ぶどうちゃんのバナー作りということでございましたけれども、あのぶどうちゃんね、今一生懸命走ってまして、あの走りながらですね、こう NFT を売ってるんですよ。でぶどうちゃんを応援するためにはその NFT を買うか、あとはなんか5000円の日本円で買える応援スポンサーみたいなのもあるんですけど、あのその2つよかったらね、概要欄の方に載っけておきますので応援してあげてください。あのぶどうちゃんからですね、一切何ももらってないですし、私が勝手にやってるだけで、あの頼まれてもいないんですけれども、なんかもう1000キロマラソンするって言った時点で本当に本当に応援したいなって思ったからやってるって感じですね。なので、はい、ぜひ皆さんぶどうちゃんを応援してください。あの私もね、また NFT 売りますので、コミュニティの参加券となってます NFT ですね、また売りますので楽しみにしておいてください。はい、ということで今日は以上でございます。面白かったらいいねボタンをお願いします。ではでは、バイバーイ。